こちらが国の絶滅危惧種に指定されている光るサンゴ、ヒユサンゴです。特殊なライトを当てると蛍光色の光を発します。黒潮生物研究所の目崎拓磨所長が2010年から取り組んでいる研究で、水槽で育てたヒユサンゴが産卵し、その卵から生まれた個体がさらに産卵して孫世代が生まれたことをおととし8月に確認。孫世代の個体も成長を続けているということです。これまでですね、野生のものを取って、観賞用にしてたものをですね、陸上で育てたものを観賞用にしてですね、野生に負荷をかけないように、できたらなと。目崎所長はこの養殖技術を世界的に普及させることで貴重な海の資源を守っていきたいとしています。